ままあまあみんなで困ってたらですね、ブライトの呼び出しがあってで、未来が呼び出されると、未来がブライトの部屋に行くとですね、えー、館長代理に任命されて、これを読んでくれ、館長の心得だってことで、まあ、寝込みながらもですね、ブライトさんが手書きで一生懸命書いた館長のマニュアルというのを渡すわけなんですけども、あのここなんですよね、顔はね、頑張ってるんですよ、崩れてないんですけども、起き上がるブライトの作画が激しく崩れてるんですけども、よくわかんないですよ、ね、ただ 絵を描く人間だったらわかると思うんですけども、こいつには尻や腰がないんですよ。わかりますか半身起こしてるんですけども、尻の位置ここだから起き上がれるわけないんですよね。これで起き上がろうと思ったら、両手が、この手もね、ものすごく長いんですよ。この手が後ろについて、こう。 支えなきゃいけないはずなんですけども、ブライトさん知りありませんよって僕言ってるんですけども、腰の位置がここでないとおかしいのに、なんかこの辺になってるんですよね。だから、あのー、無理やりですね、ベッドのシーツで下半身を隠して、えー、作画というかね、あの、デッサンの崩れをごまかしてるんですけども、ガンダムね、だいたいこのあたりぐらいからこういうですね、 デッサンただでさえ多いんですよ元々機動戦士ガンダム」って「ガンダムの盾は何のためにあるんだ」あれは「ガンダム」の作画の崩れを隠すためだと言われるぐらいすぐにね隠すんですけどもあのこういうのが多くなっていきますでブライトさんねこのに限らずメインキャラクターのそのプロポーションとか重心とかデッサンが徐々に徐々に崩れてくるんですねこの辺は未来少年コナンではね本当にねないんですよね。で なんとか顔だけでも柵が崩れから防ごうとしてますね。えー、まあ、このあの後ですから、こういうガンダムもいるのは正直気持ち的にね、きついんですけどね。レビル将軍初登場ですね。えー、レビルのですね、ビッグトレイというですね、地上戦艦が現れて、えー、ナレーションで状況説明があります。レビル将軍のですね、名前自体は、 あの、第9話から出てるんですよね。あの、補給に訪れたマチルダから初めて語られていてですね、えー。第14話や第16話でもですね、名前のみ登場してます。で、今回ですね、第23話でやっと登場しました。このアニメにおけるですね、連邦軍の一番偉い人です。機動戦士ガンダムというテレビシリーズで連邦軍で一番偉い人として出てくるのがレビル将軍なんですよ。 で、ジオンの側は、例えばデギン法王とかですね、ギレン総帥というですね、トップがどん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 出てくるんですけど、連邦軍は大統領みたいな人が出てこないままなんですよね。だから、連邦軍は実はどういうふうな組織なのかっていうのは、ちょっとね、見通しが悪い構造になってます。この辺はですね、その戦争ものとして悪役の方を細かく書いて、味方の方をあまり書かないっていうのは、ね、かなりうまい手法。 なんですけども、この表現のちょっとバランスをあえて悪くするっていうことは、あの、あんまり気づかれてないことなんですよね。これあの、ガンダムっていう作品の割と書き方のコツ、なんでガンダムって、この、うまく見えるのかっていうのは、書かない部分っていうのをかなりね、あの、思い切って削除しているところだと思います。で、まあ、ここに並べたのは似てるキャラとして、まあ、レビル将軍、帽子を取れば、えー、起きた、 館長ですね。宇宙戦艦ヤマトですね。で、元ネタ何かと,うとアルプスの少女ハイジの恩治っていうですね。アルブンジですね。登場はこの逆なんですよ。あの、これ、この人が最初で2番3番というふうな順番になっているんですけども、やっぱりね、 軍人の偉い人ってこういう感じになっちゃうんですよね。あの、なんでかっていうのも言え,言えないんですけども、あの、これに帽子かぶせりゃいいじゃんとかですね、これショートカットにすればいいじゃんとか、髭も全体的にショートカットにすればいいじゃんっていうことで、同じ系譜の顔としてですね、何かあの、あ、今コメントで野木将軍っていうのがあったんですけど、日露大戦の野木将軍かもわかんないんですね。 このレビル将軍がですね、話して命令を与えている相手がこの3人ですね。えー、3人並びですマチルダが直接命令を受けてるんですけども、それに対してホワイトベースにそんなに力を注ぐことがないですよって言ってるエルラン中将前の回に出てきた裏切り者なんですね。で、ジュダック。 で前回の伏線回収ですね。エルラン中将に伝えておけと言っている裏切り者のエルラン中将って誰なんだろうかと視聴者のですね、疑問に答えるシーンですね。これをマチルダさんですね。この命令のために、ホワイトベースのために命を落としてしまう、後命を落としてしまうマチルダさんとその原因を作ったジュダックとエルラン中将というのを同じフレームに入れてますですね。えー、まあ マチルダさんとエル、あの、このジュダックが同じ気象をつけてるので、まあ同じ注意なのかなと思ったんですけど、連邦軍って、なんかあの、書くときにですね、別にこの肩の気象が全員同じなんで分かりにくいんですね。この人が少位か中位か大位かが全然分からない。あの、召喚以上、いわゆる将軍以上になると、服が変わるので分かるんですけどもですね。 で、この人ですね。エルラン中将。これが連邦軍内の裏切り者です。マクベからはです。マクベですね。エルラン中将からの情報をあまりにうまく使いすぎたためですね。逆に疑われる羽目になりました。エルラン中将から来たせ、あの、やつをですね。まあ、頭が切れる人だから、自分の行動が読まれるなんとか思ってないんでしょうね。エルラン中将から来た情報っていうのをそのままですね、応用して、ですぐに連邦軍に対して手を打ったため、あまりに すぬけだと。これは裏切り者がいるに違いないというふうに思われて、この人もだん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 、えー、こ,こから先ですオデッサの戦いの時にですね、裏切りが暴かれるようになります。戦闘なんですけども、あの、超音速で飛ぶですね、あの、コアファイターが現地で到着します。えー、コアファイターっていうのはですね、飛行機なんですけど、これは宇宙空間でも飛べるんですね。だから、 ここのインテーク、空気取り入れ口がとあの閉じるようになってますで、えー、ジェットエンジンとロケットエンジンが両方とも使えるような仕掛けなんですね。なので、本来ですね、宇宙空間で飛ぶようなもんだから速度がめちゃくちゃ速いんですよ。実はこいつ超音速ジェット機なんですね。で超音速ジェット機なんのでですね、まず、このコアファイターが最初に戦場に着くんですよ、えー。かなり離れたところで,ですね、ミディア輸送機が まだ全然、ホワイトベースにつかないぞというときにです、ね、こいつだけが先にマッハ2とか3ぐらいの速度で飛んでいって実際もっと出せるんですよ。だってあの、えーとね、コアファイターのカタパルトを使って第1宇宙速度つまりマッハ26ぐらい出したことがあるぐらいですから多分単独でマッハ10ぐらい出すんですよね。 え、ぐらいのですね、速度が出せるやつなんでですね、敵からですね、まずコアファイターがこう近づいてくるのはわかるんですね。で、敵が来たっていうのがわかるんだけども、こいつが一機しか飛んでこないから敵はちょっと油断するわけです。で、その次にですね、このコアファイターというですね、あの超音速ジェット機の次に、まあまあ、 ホワイトベースこっちですね。話を分かりやすくするためにやっていきましょうか。えー、すいません。ちょっと、ここからはいい加減なもんで説明してるけど、あの、僕ですね、あの、ミディア輸送機持ってないんで、こいつがミディア輸送機だと思ってください。で、ミディア輸送機の中に、ガンダムのパワーアップパーツを積んでいます。積んでるわけですね。えー、ガンダムのパワーパーツをついたミディア輸送機が、えー、 ホワイトベース、助けるわよとこう、と、来るわけですね。で、それに対して、このグフがですね、まあ、色合ってるからいいじゃないですか、黄色。<laughs> グフが、よし、こいつを落とすぞというふうなことで飛んでくるわけですね。えー、コアファイターがですね、飛んでくるわけです。で、ミディア輸送機をいじめてるところにですね、まず超音速でこいつが行って戦い出すわけですね。で、その後ろからですね、ホワイトベースの後ろからですね、 このガンペリーってやつですね。これにハヤトが乗って、この中にはガンダムを仕込んでます。ガンダムを隠してます。この状態で後ろからわーっと飛んでいくわけですね。で、さらにその後ろからハヤトのですね、ガンキャノンが歩いてというか走って追いかけていきます。だから、まあ、距離感としてはこんな感じですね。ホワイトベースから3機同時に出るんですけども、超音速の コアファイターは早めに現地について戦闘を始めると。で、レーダーにはこのコアファイターしか映ってないんですね。で、ガンペリーは森の上スレスレを飛んでるという描写が出てきます。なんでこの森の上スレスレ飛ばなきゃいけないのかと。敵に見つからないように、レーダーに映らないようにするためなんですけども、こうやってこいつが近づいてることがわからないようにします。で、ガンキャノンはさらにですね、ジャンプとかをせずに森の中を延々走ってきます。で、これによってですね、まずこのグフたちのチームに敵は これしかいないんだというふうに思わせて、じゃあ先にこいつを落とそうと思って、グフの大軍がこっち来るわけですね。で、なんとかですね、数分間、えー、コアファイターは現場でですねあの、落とされないようにします。で、こいつ息しかないからみんなで囲んで落とそうとしてる間にですね、ミディアソ荘機は徐々,に徐々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 に近づいていくことができるわけですね。 で、ミディア輸送機が近づいてくるから、足の遅い、このプロペラ推進みたいな、まあジェットもついてるんですけどもですね、えー、ガンペリーが近づいてきて、戦場に近づいてくる。やっとこいつらは気がつくんですね。あんなのもいたのかということでですね、えー、敵はですね、あ、じゃあ、あの、中割れって言ってるんですけど、こいつが近づいてきたということは、モビルスーツが出てくるかもわかんない。やばいということでですね、前期こいつらに対してですね、攻撃が集中します。 そうすると中にですね、新兵器を隠したもののガンペリーはさらにゆっくりゆっくりゆっくり近づいてくるわけですね。で、さらにゆっくり近づいてくることによって、ようやっとガンキャノンが、あの、その場に来てですね、よし、もう、これで全員で攻撃だというふうなことでガンキャノンが攻撃が始まります。で、ガンキャノンが来たことで、モビルスーツまで来たのかということで、こう、戦闘が始まるわけですね。で、この間に、ここの中の蓋がぱっかり開いてですね、ここが中入ってるんですけど、 この中にガンダムがパーツに分かれて隠してるわけですね。で、これがですね、出てきて、えー、またもやですね、アムロに戦争、戦、戦場で戦闘中に空中乾燥ということで、こいつがこの中に合体してですね、えー、ガンダムになると。まあ、こういうですね、割とあの、戦略的にかなりね、僕はいい、 やつだと思います。これまでですね、マクベ側の戦略っていうのをですね、前回紹介したんですけど、マクベ側の戦略っていうのが割と詰将棋みたいに、自分の有利な状況を作って、そこに敵を誘い込むなんですけども、アムロが考えたのも全く同じことなんですね。敵に前回やられたことっていうのを、今回こっちもやろうと。まず大事なのは何かというと、ミディア輸送機から、えー、こちら側に攻撃を集中させなきゃいけない。そのためには一機で、まず行くと。 一期だったら落とせると思って敵が後でこういうミディアやっつければいいやと思ってわーいってこっち来たところにですね、こいつが来るわけですね。で、やばい。モビルスーツが出てきちゃうと思ってるから前期集中すると。ところが前期で攻撃されるとやばいのでガンキャノンにその頃来てもらうと。とその間にもミディアはゆっくり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 ホワイトベースに近づくわけですね。 で、えー、ガンキャノンが戦ってる間に自分はガンダムに空中で乗り換えてですね、なかなか無茶なんですけど、空中で乗り換えてガンダムに出てくると。岡田敏夫の切り抜き動画をご視聴いただき、ありがとうございました。他にも岡田敏夫の切り抜き動画を多数揃えておりますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。概要欄やコメント欄もチェックしてみてください。